中曽根首相は7月12日から21日までフランス、イタリア、バチカン、ベルギーの欧州4カ国を公式訪問しました。第一の訪問国フランスではミッテランフランス大統領と会見、来年の東京サミット参加を要請し承諾を得ました。中曽根首相はソルボンヌ大学でパリアカデミー学長名誉碑を授与された後、記念講演をフランス語で行い拍手を浴びました。Ceci dit, je dois me confesser que 50 ans ont déjà passé du pays que j'ai pris le français et mon français est quelque peu...7月14日のフランス革命記念式典にも列席し、行進を見守りました。フランスでの公式日程を終わった中曽根首相は、夫人と共に南フランスのセザンヌのアトリエを訪れ、偉大な画家の作品を前に感動の様子。16日ローマに到着した中曽根首相は、クラクシイタリア首相と両国の貿易問題について意見を交換しました。17日にはバチカンのローマ法王庁で法王ヨハネ・パウロ2世と会見。日本とヨーロッパの関係は今回の中曽根首相の歴訪で新しい段階に入ったようです。